天竜川水力電気株式会社は、大正時代に存在した小賀財閥傘下の電力会社である。社名にある天竜川水系での発電所建設を目指した。1920年設立、小賀工業から天竜川水系の自家用発電所と水利権を移して起業され、大規模発電所建設を計画するが、 浜松市への送電線建設を終えた段階で、関西電気へと合併され、設立2年で解散した。静岡県西部、天竜川沿いの浜松市天竜区西渡市地区では、1899年から1970年にかけて、古賀工業により、国鉱山という銅山が創業していた。この銅山に電力を供給するための自家用、発電所として、 小賀工業により、大正時代に二つの水力発電所が建設された。その一つが、上流の愛知県豊根村駒立に建設された豊根発電所である。天竜川沿いに立地するが山を挟んだ天竜川水系の大入線から取水する発電所であり、3450kW の発電力があった。天竜川水力電気社長、 井上工事蒸気と米発電所と未開発であった天竜川、本流、滝原地点の水利圏を小賀工業から引き継ぎ企業されたのが天竜川水力電機である。会社設立は1920年5月20日。本店を東京市工事町区八重洲町一丁目に置き、浜松市連尺に支店を設置。社長に井上工事が就任し、日本型染社長。 宮本人七ら浜松市の人物も役員に入った。設立時の資本金は1000万円であった。新会社天竜川水力電気の企業目的は浜松方面への電力供給にあった。浜松市では地元の浜松電灯を東京の日英水田が買収。同社が1912年より水力発電を電源として供給に当たっていたが、大戦景気を背景に、 地場産業の織物業界が活性化したことで慢性的な電力不足が続いていた。こうした状況下で電気事業に参入した天竜川水力電機では季節と米発電所から浜松市向き宿の変電所へ至る送電線を整備し1921年6月1日より浜松市内需要会の配電を開始した。同年11月からは 愛知県岡崎市の電力会社岡崎電灯への電力供給も始まっており、開業後最初の決算時点での需要化は、従前からの久根鉱山と新規の岡崎電灯及び、浜松市内需要化11件となった。天竜川水力電気では、浜松総電に続く第2期工事として、1923年頃の完成を目指し天竜川本流の滝原発電所に着手した。 しかし完成を前に天竜川水力電機は小賀財閥を離れ関西電機に合併されることとなった。旧名古屋電灯は福沢桃介が社長を務めた愛知県名古屋市の電力会社である。同社は1920年から周辺事業者の統合を開始し1年半で計6社を合併。さらに1921年10月には奈良県の関西水力電機に 形式上吸収合併され、関西電気となった。関西電気成立後も、周辺事業者の統合は継続され、1922年までに、京急車の電力会社が吸収されている。そのうちの一社が、天竜川水力電気であり、合併契約は、関西水力電気と名古屋電灯の合併が、完了する前の1921年9月1日に、 関西水力電機との間に締結された。合併条件は、存続会社の関西水力電機が300万円を増資し、それに伴う新株を解散する、天竜川水力電機の株主に対し持ち株10株に月3株の割合で交付する、というものであった。合併契約は、関西水力電機側では、関西電機への社名変更と、同時、 1921年10月18日の株主総会で承認された。天竜川水力電機でも同日株主総会を開き合併を承認している。合併契約成立に伴い、設計変更のため竹原発電所の水道工事が10月30日、限りで中断された。同年12月28日に低新省から合併認可が下り、 翌1922年2月1日に、関西電気で合併報告総会が開かれて、合併手続きが完了、同日天竜川水力電気は解散した。合併4ヶ月後の1922年6月、関西電気は東方電力へと解消している。佐久間ダム、天竜川水力電気から滝原地点における天竜川水利県を引き継いだ東方電力では、 その後、別途ド王子製紙から譲り受けた旧中部工場に関する推理券と合わせて開発計画を再検討した。その結果、天竜川をせき止める2つのダムを築造し、山村と中部の2地点に6万キロワット及び7万8000キロワットの出力を持つ2つの調整地式発電所を建設する計画をまとめた。東方電力では、 平川開発の完了を待って1941年以降に着工する予定であったが、同社の手では開発に至らず、太平洋戦争後になって地点を一箇所に統合して開発実施に至った。こうして完成したのが出力35万キロワットに及ぶ電源開発、佐久間発電所である。佐久間ダム建設に際し、かつて天竜が水力電気が運転した。 トヨネ発電所はダム湖に水没する位置のため上方へ移設された。しかしこれに続く新トヨネダム建設により取水地点が水没したため1972年に廃止されており現存しない。ありがとうございます。